試合お疲れ様でした。お疲れ様、そして優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まずは振り返って、率直な感想をお聞かせください。優勝できたことは嬉しいです。はい、ありがとうございます。ご自身の献身的なプレーが、優勝という形に結びついたと思います。大会振り返っていかがだったでしょうか。大会振り返っては、まあ、初戦は自分たちのプレーであったりそういうことをすることはできたんですけど、決勝っていうのは相手に応じて自分たちのプレースタイルだったり戦い方を変えれなかったことが課題になってます。ありがとうございます。再来週九州大会がいよいよ、始まりますが、意気込みをお願いいたします。短い期間での改善をしないといけないんですけど、その中でも一日一日を大切に自分たちと向き合って九州一位になれるように練習に取り組んでいきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。